持て余した手を自分ごとポケットに隠した。バスが来るまでの間のおまけみたいな時間、街が立てる生活の音に一人にされた。ガムと二人になろう。君の苦手だった字ダメだよといいよと往復する信号機、止まったり動いたり同じようにしていても、他人同士元気でいるかな。この瞬間にどんな顔をしていただろう。一体どんな言葉をいくつ見つけただろう。ああ君がここにいたら、君がここにいたら話がしたいよ。ボイジャーは太陽系外に飛び出した今も秒速十何キロだっけ、ずっと旅を続けてる。それの何がどうだというのかわからないけど、急に自分の呼吸の音に耳澄まして確かめた。体と心のどっちにここまで連れてこられたんだろう。どっちもくたびれているけど平気さ、お薬もらったし飲まないし、どうやったって戻れないのは一緒だよ。じゃあこういうこと思っているのも一緒がいい。窓を鳴るだ今の風が、そこの抜けた空があの日と似ているのに、うん、yeah、抗いようもなく忘れながら生きているよ。ねえ一体どんな言葉に僕ら出会っていたんだろう。鼻で愛想笑い嫌いこと、夏の終わる匂いまだ覚えてるよ。話がしたいよ。なななななな、なんだかんだとかこれからがどうとか心からどうでもいいんだ。そんなことはいやどうでもってそりゃ言い過ぎかも。いや言い過ぎだけどそう言ってやりたいんだ。大丈夫わかってる。ガムを紙にペッてしてバスが止まりドアが開く。